今日の都はひとまず安泰でしょう。しかしケリーとやらが家康様を狙うと申していたのが気がかりです。これで今日の都はひとまず。 猫又殿は太平の世のためにその身を挺し申した。節操も微力ながら力添えいたしましょう。 猫又殿は。